見てくださった皆さんありがとうございました。ぜひ明日の昼頃から TVer でも見れるっぽくって、 TVer でね見るのが大事らしいので皆さんいっぱいテーマでも見てくださったら嬉しいです。お願いします。そう、名前トレンド入りしとって、ありがとうございます。本当に感謝、ありがとう。私リアタイはお話し会中でできんくて、そうまだ見れてないので、ワクワクソワソワです。 P&G さんっていう日用品のお店じゃないの、会社に行きました。なんか働き安いじゃない、働きプリなんだっけ、もう超働きがい働きがいのある企業ランキング1位みたいになっとって、そのどうしてなんだっていうところを調査してきました調査というか学んできました、インターンで。30分かちゃちゃの見どころたくさんあった、ほんまに嬉しい。塚地さん優しい、めっちゃ優しい、本当にめちゃめちゃ優しくって、そのいつものねメイクさんだったんですよ。でメイクしてもらいながら、まだ挨拶とかしてない時に塚地さんと、なんかめっちゃ怖い人だったらどうするみたいな話をしながら、怖かったメイクさんに今まで怖かった人いますかみたいな聞いたり、そんなおらんって言っとったけど、して緊張しとったんじゃけど、もう一番最初の打ち合わせ、なんか軽く打ち合わせみたいなのがあったんやけど、その時点からめちゃめちゃお優しくて、あ、これはもう今日はリラックスしていけますわってなったんですよ。私がリラックスしてロケできたのはもう塚地さんのおかげでございます。本当に大感謝、めっちゃ楽しかったです。本当にコメントがいちいち面白い、ほんまに嬉しい。なんかお母さんとなんかおばあちゃん家でなんかみんなで見たみたいなそう、面白かったよって言われました。やった、一目見るだけで優しいと分かるでしょいや確かにね、そうなんですけど、もう 見るからにお優しいんですけど、そうでも初対面初めましていけん、そう緊張しとったよ最初、でもすぐほぐれました。そう、楽しかった、めっちゃ楽しかったです。あの握手のやつどれくらいやばかった、いやもう本当にあの鼻が もげて鼻がもげて、あのもうそのままスポッて取れるぐらい臭かったです。そう、嘘じゃない、本当に。で鼻の穴だけもうここが平たい中で穴だけポンポンって鼻の穴がつくっていうくらい臭かった。そう、え、楽しかったし、マジで P&G さん その社員さんがマジでもうはつらつというか、もうやりがい働きがい感じまくってますみたいな感じの方ばっかりだったけ、めっちゃすごいと思って、で STU にもこのあなんか感じを取り入れたいってめっちゃ思いました。なんかその見てほしいんですけど、本当になんか1年目というか、一緒に入社1日目から
もうすごい役職を与えられて、もうめっちゃ成長スピードが速いみたいな感じのあれだったんですよ。詳しくはね、明日 TVer 配信始まったら見てほしいんですけど、そう、ほんまになんか STA でもこの入社じゃないか、 STA は加入1日目から加入1日目から Twitter OK にするとか、 STA は結構すごいさ、SNS やるまで時間かかるじゃないですか、個人 SNS をやるまで。そういうのも OK にするとか、加入1日目からリーダーになるとかリーダーちょっとむずいか、1日目からでも何かしらグッズ担当になるとか、なんかグッズ作るとかなんか分からんなんか分からんけど、なんかあったらもっと良くなりそうと思ったし、そういう有名な企業会社さんってそうなるべくしてなった何かがあるってめっちゃ思ったから、いろんなところにインターンに行って、なんかいろんな会社の取り組みを学びたいとかいう、あの真面目な部分が垣間見えました、石田千穂から真面目な考えが呼び起こされました。学生時代の真面目な石田千穂が目覚めました。そう、めっちゃ楽しかった、ほんまに。また出させてもらいたいです。そのためには皆さんいっぱい TVer 見てねあとなんかサイン入りのミニ写真っていうなんかチェキみたいなやつ、その場で撮った黄色い OL さん風のスーツ着た私のサイン入りミニ写真が当たるよっていうのもやってるので、ツイッターから飛んで、私のツイッターでね、あの URL そう貼っとるけん見てください、お願いします。お願いします。先生とのアンケートにもまたちょうちゃん呼んでくださいと書いておきました、ありがとうございます素直にありがとうございます。感謝。ね、そう、公式さんノリ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 フレンドリー、なんかお話し会の時の私みたいなファンの方のもいっぱいリツイートしてくださってたり、なんか楽しかったそう、皆さん見てね、見てくださいね。あんなラフなね、公式さん珍しいですよね。そう。てか見てこのアホ毛を。なんかね、今までま、アホ毛を固めるときに、まとめ字っていうもう直にピーって、やるやつをやってもうぺったんこにしよったんよ。で最近新しく買ったマスカラ型のこうヒュッヒュッってつけるやつを今日使ったんやけど、もう1時間経ったらぴょんぴょんみたいなすぐアホ毛が復活して、なんかサラピとね一瞬買ったんですよ。で多分サラピはそんな復活せん人で、でサラピにつけてもらって、でも次のその後1時間半ぐらいお話し会して帰ってきたらまた復活しとって、そう、私のアホ毛の生命力
もう身に染みて感じましたね。本当に毛先の一本一本まで生命がそう、はよ、さえ渡ってる。切ったらあかんの。もう切ったらもう地獄の連鎖で、切ってしまったらまた伸びてまた切って、なんかね、ダメなんよ。知らんけどね、ダメなんよ。舐めるまで待つのがいいのか。そうなんじゃろうけど、でもね、この毛が伸びたと思ったらまた別のね、こういうぴょんぴょん毛ができてるから、本当にあの無限無限に生えてくる。アホ毛。そう、明日ちょっとそこ注目してみてます。でも明日はもう観念したので、そのずっと使っとったやつまとめ字でもう固めまくって挑みます。そう、今日本当にさ寒すぎてさ、なんかほんまに死ぬのかもしれないって冗談抜きで思うぐらい寒かった。会場そんなに寒かったのね。いや、なんか会場は暖かくしてくださってたんやけど、もう朝起きた瞬間、もう起きた瞬間からもう本当に寒くて、なんかそう、珍しくあの寒すぎるってツイートしました。めっちゃ寒かった。明日もツイートする予感がする。3月初めめちゃめちゃ寒いらしい。え、嘘って言って嘘って言って、うん、寒いの嫌だ本当に。ストレートヘアだと2020年あたりのちょうちゃんが思い浮かぶ。確かにね、なんかあの今日ストレートめっちゃ言われた。なんか普段さ、どんな髪型しとってもあんまり髪型について一発目から触れられることって少ないんやけど、なんか今日めっちゃ言われました。でも私、お話し会とかファンの人と会う機会の時にあのストレートにすることあんまないんですよね。思えば巻いたりしてるし、あと前髪パッツンだったっけ、それもなんかいつもと違ったんかも。さらーん。CM お待ちしてます。明日は巻こうと思います。あ、やっぱストレートちょっと悩みますもうちょっと悩みます。いや、でも今日は毛先までほんまにね、ストーンって感じだったんですよ。そう、じゃけど明日は毛先はちょっと変えるから悩みます結局悩みます。うん、じゃあランキングを読みます。と、20位マキノさん、19位チャイコさん、18位ジャスティンさん、17位マヤ太郎さん、16位サクラパンダさん、
15位ベイスさん、14位カズキンさん、13位アッキーザラ大好きマンさん、12位円楽さん、11位のりふみさん、10位僕の太陽さん、9位シロケンさん、8位キャンシーさん、7位お買い物オレンジさん、ラッキーセブン、ラッキーセブン、6位ブルーさん、5位ユリアピースさん、4位グリオティーヌさん、3位台湾のコウさん、スイスイ、2位西尾さん、ツーツーツー、そしてそして第1位はピラララララヒュン、41さん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。イエイ、ありがとう、ありがとうございます。感謝、感謝です、ありがとうございます。配信ありがとう、こちらこそありがとう。今日はお話し会来てくださった方も、御社にインターンの番組を見てくださった方もありがとうございました。明日もお話し会ありますし、御社にインターンよろしいですかが TVer で、ね、お昼から配信されますので、そちらもぜひ見て、そしてハッシュタグ御社にインターンとハッシュタグ石田地方つけて拡散お願いします。あと最強ツインテール TikTok 載せたけ見てね、スクショタイム、おやすみ。バイバーイ。おやすみなさーい。